プレッシャーすごいですかね。すごいですね、1万だとは思えない。本当にレイジングオブに謝ってほしい。何枚引かれるんだと。お、始まりましたね。お、綺麗に動きました。綺麗に動きましたね。これはもう順調ですね。順調ですね。レキトン調和で、まあ、エネルギーを獲得すると、まあ今まで何百回皆さんが見てきたんだろうというこのスタートですけど、僕は1000回以上見たかもしれない。1000回以上見ました。自分のも含めると。なるほど。さあ、渡辺選手はアクションはありそうですね、この感じだと。そうですね、あの原根選手の放送僕もちらっと見たんですけど、はいはい、まあ、原根君曰くちょっと両外の応酬が入ってないというのはありえないと。あ、なるほどなるほど。あ、1体目なかったですね、アクション。あ、じゃあボーマとなかったんですね。はい、で2体目ドローの召使いと。さあ、ここからですね。さあ、渡辺選手2体目は、うん、あー、やりてきましたね。なるほど。このクリーチャーなさそうな反動をキープするっていうのは赤単的にはよくあることなんですかね。ということは逆に 3,4 ターン目がしっかりしてるんじゃないですか。もうハズレと絶対あるぞと。そうですね、フェロキドンなり、なるほどなるほど、ハズレとなりっていうこの後の動きがしっかりしてるんじゃないかなと思います。暴れ回るフェロキドンはこのティムール相手にはかなり強いからですか。そうですね、やっぱりあの角力を牽制できたりするんで。なるほど、まあ、ただあんまり押してないとその1点とかもいきないので。はいはいはい、なるほど。特にあの原根選手はチャンドラを4枚採用してるので返しで打ち取られやすいです。やかえてしまうと。あ、さあ、ここで3ターン目、これは強いですね。しかもエネルギーをもう抜群に貯めてきましたからね、この 1,2 と。さあ、渡辺選手ちょっと土地が手札に多そうですね。なるほど、土地が多いとやっぱりそのハゾレットで捨てられないっていうのもやっぱありますよ ね。さあ、3ターン目、多分ターン終了で今原根選手がエンドにトークン出すか出すか悩んでると。3ターン目マークションライトだと、これやっぱフェロキドンでも出しておくとやっぱり違いますかね。そうです、まあ、ただこの状態だと原根選手多分手札にも助教はあると思うので。なるほどなるほど。展開的には原根選手が押してそれを渡辺選手が受けるという。そうですね、イメージですかね。あ、トークン出さなかったですね。あの赤谷に対してトークンを先に出してしまうと、はいはい、あの剣羅でブロックを阻害されてしまった。なるほどなるほど。でも最低でも1回分は残しておくと。そうですね、あと今渡辺さん3マナオープンなんで、はい、まあ、その余ったショックとかで殺されたりしてももったいないので。なるほどなるほど。あ、こういう時には出していくと。最初の数点はあまり重要ではないっていう感じですかね。そうですね、もう赤谷に対してはもう盤面をしっかり、押し切れたら勝ってるので。なるほどなるほど。さあ、こういう状態になってしまう。これは大きいですね。ハンコ選手チャンドラは、ね、一気に抽選値が1になりましたと。とか2ターン目あたりかやっぱ持ってたのをあえてプレイせずにマナクリを焼くことを優先したと、うん、そうですね、さっきのターンも持ってたんですが1ターンは軸に使ってここで一気に攻めていったと。非常に好プレーですね。ただやはりスカラベが出ましたと。こうスカラベやっぱ1枚で対処するのが難しいのが早かったん、まあ、というか、まあ、どのデッキも大体難しいですよね。そうですね、もうスタンダード最強の神、まあ、ハズレとかこいつかと言われてますけど。なるほどなるほど。さあ4ターン目と、これはもうさあ、まあ、ハズレと出前神対神と。ただ先に出た神はスカラベでしたと。ただ先に殴るのは、はい、ちょっとハズレと。ただここはちょっともうちょっと間に合ってないというか、つむじ風が。なるほど、でかいですね、この飛行機界に対というのが。なるほど。で、原根選手の墓地にはつむじ風が落ちているので。なるほど。これも釣ってもいいですし、動きを見て直してからでもいいですし。あ、プキープ、これはもう釣りますね。そうす即座にまず本人が 4-4 になってつむじ風の決勝が帰ってきて、まあ、さらに1点ルーズ、うん、これちょっと能力つきすぎじゃないですか、ね、そうですね。1個だけ赤黒の神に分けてあげてほしいって、ちょっとやっぱりいろんな人から言われたんですけど、分けるのはどれですかね。やっぱ1点戦術を分けるしかないですかね。いや、もうどれもどれ どれも不要だと不要、どれも不要。なるほど。さあ、フルパンと、うん、さあ、これ問題としてはケンラがやはりそのスカラベで奪われてしまうというのが。そうですね、ありますよね。こうなってしまうと両方落ちてしまうので、うんうん、もうスカラベハゾエトの攻撃は一生通らないと言っても過言ではないですね、この状態だと。さあ、ここで原選手はもう盤面でありますかね。剣羅つってありますね。はい、というわけで第一ゲームを選手したのは原根選手と、今墓地に落ちた、剣羅をスカラベで釣ると余裕で12点を超えている。ブロックを負荷にするので、あの立っている剣羅の、そうですね、8、9、10、15点入りましたね。めちゃめちゃ入りますね。マグマのしぶきはちなみにスカラベには強いですけど、どうですかね。うん、まあ、追加するほどではないかなと思います。そのもう全体のゲームプランをどう見るか次第ですけど。なるほどなるほど。いや、その辺も注目と。1ターン目は渡辺選手は再びパス、後手の原選手は霊気拠点から霊気拠点調和と。ちょっとランドが不足しているように見えるのがやっぱりこの1ターン目霊気拠点からと見えますが、まあ、ただ森がない、緑マナーだけないっていう可能性は全然あるので。なるほどなるほど。
でも順調でも順調と。そうですね、マナクリーチャーもあるし、はい、追加の、霊気との調和もありそうなので。なるほどなるほど。そして後手、先手渡辺選手はカーリーゼブと。このカード非常に強力ですよね。そうですね、このカードはもう放っておくとダメージが入るんですけ、入るんで、あのもう除去を強制的に使わせるような役割も兼ねているので、うんうん、除去がないとなるとこいつに何点食らうんだと。そうですね、かなり食らうと。こうラガパンが攻撃して3点と。この人海賊なんですよね。そうなんですよ、ね、実は次の環境でも使えると。お、作白でマナクリを。特に後手でマナクリをやっぱり除去られてしまうのはかなり展開的に話すのは厳しいですね。そうですね、なるほど。カーリゼブっていうその他のカードと違ってチャンプブロックを許さないというか、ブロックしづらいクイチャーっていうのが大きいですね、この場面で。原野選手ここでも森、森と森2枚で結構珍しいというか。あ、なるほど、まあ、これ一気に、これがエネルギーが6個ある状態っていうのは結構意味合いとしては大きい。そうですね。さあここで渡辺選手が4ターン目、4ターン目ってやっぱカードがお互い強さが跳ね上がりますよね。そうですね、神がまず神がさあ、この仲間が出て14と早速。さあ、さあ、ハゾレトと。これあとちょっとその騎馬長銃を大きくしても厳しいという感じになりますかね。うん、ちょっとエネルギーの消費量が大きすぎますね。なるほど。原根選手、さすがにもうあんまり土地がないと思うんで。なるほど、なるほど。まあ、これいっぱい使ってしまうと、ちょっと霊気拠点から生み出しづらいっていうのはありますね。その後のアクションに。なるほど。ただありそうなので、霊気拠点がもう牙長の子がもう子が溢れてますね。これはけどこいつらがどんどんエネルギーを補充してくるので、1回だけ守りに回して残った攻めていく、でかいので攻めていくっていう、綺麗に。ハゾレとサイズで超えてしまうと、ちょっとハゾレとでも殴りづらいっていう感じになりますかね。そうですね、まあ、ただこのターンはちょっと火力との合わせ技で落ちるともったいないので、ブロックするか難しいところですが。なるほど、なるほど。まあ、ただ渡辺選手が先に手札を消費しないと殴れない、殴れないと状態なので、場合によっては攻め手に転従し、まあ、チャンプブロックして様子を見ることもできると。そう、ね、羽根選手としては、まあ、そもそも渡辺選手としてもちょっと殴りづらい、殴りづらいですかね。何もなかった場合にちょっと、あ、エンドしましたね、うん、ただハンドが3枚ということは、まあ、このターンはハゾエとは起動されるであろうことを想定して羽根選手も動くという感じになりますかね。そうです、まあ、ブロックに回れるだろうと考えつつ。なるほど、結構難しいですね、ここのプレーは。そうですね、手札次第ですけど、 全攻撃もありえるし、まあ、これ待って可能性もあると。スカルベとかがあったら待った方がいいんですかね。そうですね、この後の展開、もうしっかり支えきれるというか、他で勝ち手段が保管できるんだったらそっちを軸にしていってもいいと思います。なるほど。ただなかった場合が難しいですね、どれぐらい殴るのか。ちょっとあの2枚目の森サーチがなんかない雰囲気を感じるんですけどね、ちょっとこのどうなんでしょうね。そうですね、手札真っ赤には見えたんですけど火力型なんですかね。火力型だとちょっと難しいですよね。さあ非常に難しいところですが、フルアタックしたとして仮にハゾレとかブロックされると、ハゾレとにブロックされるとちょっと騎馬長銃がもったいない、むしろ逆にライフが結構攻められてしまうので。うん、そうですね、その後のブロッカーも確保しなければいけないので。なるほど、ここはちょっと殴りづらいと思いますね。ただ待っていてもライフを勝手に削ってくるのがハゾレとと、まあ、ただそれは比較的緩やかなので。なるほど、なるほど。さあどうなるんでしょう、結構手札が何を持っているかですが、慎重に計算してますね。原根選手が殴ってしまった場合、この返しのハズレとのアタックとかも、はい、まあ、ほぼ受けることになるのか、それともブロッカーを用意するして受け止められるのか、そこが大事ですね。なるほど、ブロッカーがいるんだったら殴ってもいいと思いますが。なるほど、まあ、ただいずれにせよちょっと簡単には殴れなそうな。手札チャンドラは見えましたね。これチャンドラですかね。チャンドラ仮に出すとしたらどう能力を使うんですかね。手札に除去が見えるんで、代わりゼブ除去るかな。プラスしながら代わりゼブで奥義を目指していくと。このチャンドラで奥義を目指しにいくっていうのは一つの勝ち手段なのか、このデッキと。そうですね、十分勝ち手段に。2マナのカードが多いから、このチャンドラのマナを生み出す能力が噛み合うという、うん、そうですね。で今、まあ、中精度落としてしまうとハズレトに打ち落とされる格好になります、ね、なるほど。単純にその、うん、あ、カイゼブとの一対一効果を選んだということですかね、これは。あ、カイゼブを落とす代わりに短周時にハゾレトで倒せる可能性があるのはもう織り込み済みと。うん、どうですか、このプレーだけを見ると手札にもう一枚あるのかなと。なるほど、もう一枚チャンドラがあって、そうですね、あえて打たせた。本体の2点を軽減しながらカイゼブを葬ったと。こうすると渡辺さんまた殴りづらいターンが続くんで。なるほど、なるほど。原根選手エネルギーを使ってしまったんですけど、ちょっとな、渡辺選手が殴りづらい状態を維持しつつ。ただフェロキドンですね。さあこれで
さあこのフェロッキドンは、お、いきました、ね、投げましたね。それこそこのアタックはかなり悩ましいというか、手札1、やっぱり8はだいぶ少ないんでね、失礼しましたね、8でハンドル6ですもんね。でバミンダーブラポン移籍アーノで実質4と、この一回土地を引き始めてもラムラプレットっていうデッキはライフを削る手段がめちゃくちゃ豊富なのが、そうですね、アグロデッキなんですけど環境で一番マナフラットに強いと言われている不思議なデッキですね。まあ、ランド25枚の人もいるぐらいですかね。そうですね、ケンラの、永遠能力もありますし、はい、なるほど。はい、さあこの6ターン目ですが、逆に繁栄選手としてはこれ殴らないともうただ待ってるだけで負けてしまうっていう感じになってしまいますよね。まあ、ただ次からはもうチャンプブロック絶対しなきゃいけないんで。そうですね、なるほど。ブロック、ただそのあのフェロッキドンを倒せないと、あのフェロッキドンをブロックすることがほぼ難しいっていうのがやっぱり、そうですね。さあさあチャンドラですかね。あ、これ2枚目ですかね。はい、まあ、これ焼くしかないと。さあどうするんでしょうか。さあ先ほどのチャンドラも明らかにおとりだったので、はいはい、これが本命と。そうですね、ここはプラスして敵を使いそうですね、ですね、マナを乱しましたね。さあキバナガがちょっと牙を向いてくるっていうことですかね。これはここはガンガン行きたいところですね。ガンガン行きたいですかね。 1,2,3,4,5,6 点で12エネルギーが維持になってまた 5になると。はい、攻撃しました。さあもうお互い、2つのパンプしそうですけどね。なるほど、1回パンプ。さあ渡辺選手からのアクションはこれはほぼなさそうですかね。うん、いや分かんないですね。ライトニングストライクとかって可能性十分に。なるほど。さあこの攻撃を受けて、仮に全パンプすると、12になりますと。12になった時返しで勝てるかというと、実はまだ半選手は12点を削る手段が微妙にないように見えますよね。盤面では盤面だけだと一応このダメージが通ると足ります。あ、なるほど。6点で12でチャンドラで次で10で、なるほどなるほど。あ、なるほど。あ、元から起きてる方の、なるほど、このタイミングだと倒せるしかなく、なるほど。あ、すみません、2点足りないか。さあこれで、これあと難しくなりましたね。まあ、原根選手はどっちにしろパンプするしかないです。もうないですね。これ1ってことですか、ライフは実質。さあ、ほぼ。さあ、ドローして、そのカードは、いや、ちょっと、渡辺選手が今、興奮して、おー、これは当たりましたね。素晴らしい。はい、ということで、栄光をもたらすものが栄光をもたらしたということで、はい、2本目は渡辺選手が取り返しましたと。非常にスピーディーなゲームですね。そうですね。さあ、3問目。特にサイドボールお互いに大きく変えたっていう感じはなかったですよね。そうですね。まあ、もうこの対決は原根選手は少し特殊な形とはいえど、もう夢にまで出てきた戦いだろうとお互いにとって、ね、なるほど。さあ原根選手また霊気拠点か霊気頓調和とこのエネルギースタートですね。まあ、ただちょっとさっきの、ね、展開が頭をよぎる、よぎりますね。全く同じこの森を持ってくるっていうのが、う、ね、さあ一方ここまで1マナのカードを1回もプレイしてない渡辺選手なんですけど、これ損コンマ同士とかサイドアウトしてるんでしょうかね。そうですね、後手なのでそういう可能性はあります。なるほど。さあしかししっかりマナクリチャを焼いて、じゃあ後手のプランとしてはマナクリーチャーを焼きながら4ターン目のハゾレットで今みたいなゲームがもう理想と。そうですね。なるほど。さあここで3ターン目、先ほどはちょっと霊気との調和とキバナガ銃が大量に駆けつけたんですけども、ここは来ましたね、爪時間の巨匠と。さあしかしフェロキドン、ここはもうたまらず2回出すか、いや2個出すとちょっと今後のマナに不安が、なるほどなるほど、あるかもしれません。なるほど。まあここで出したんで、出したということは逆に除去はないという判断なんでしょうかね。妻選手とし、ああ、その原選手としては除去がもしあれば何も生み出さずにただ除去を言いたかったところですよね。まあただフェロキドンの前にただぼーっとしてても、なるほどなるほど、もうどっちかというと除去れないんだったら、除去以外のアクションを取るにしてもダメージは詰めておいてもいいので、なるほどなるほど、もしそのエネルギー冷凍点からマナを出したいっていう不安がないんであれば遠くは出した方がよかったと、ね、あの色マナに不安がないんだったらもう出しちゃっても、なるほど、特にそのプレインゾーカーを守りたいとかそういう事情もなければ。なるほど。さあここは果敢に殴っていきましたが、やはりフェロキドンはダメージ数を挑むと。そうですね、まあ、一応盤面だけで見ると3対、すさまじいですね、7 3対7なのでパーマネントの数がもう都市の承認を得ようとしますから今原井さんは。さあ剣だとかが複数枚出てくると今のプレーがちょっと恨める可能性があるというところですが、
このフェロキノンはあまりブロックする気はなかったということですかね、ハーネさんとしては。そうですね、ちょっとリスクはありますからね。なるほどなるほど。あ、ただこれは厳しいですね。なるほど、こういう時に最初からそのエネルギーがいっぱいある状態だったら今のアン一門も美味しくブロックできたんですけど、ただ能力が使わなかった、特例しなかったので、しなかったと。特例しなかったというのは何でしょうか。なんか、うん、特例するとまあ単純にテイクされた時に殴り返されて次のターンあんまりダメージが入らないんで。なるほど。じゃあ、つむじかさん巨匠を倒したかったというのが渡辺さんの意図と。まあ、テイクされてもいいですし。なるほど、なるほど。急に考えたプレーということで。はい、さあ、5ターン目ですが、そろそろ足音が聞こえてくるんじゃないでしょうか。さあ、キバナガジュウと、エネギーは1個なので、キバナガジュウの子自体は対処するのは簡単そうには見えますが、さあ、渡辺さん、慎重に考えていますね。あ、宣伝のリンクは404となっていますはい、さあ攻撃しました。これは受けるしかないですかね。手札に竹霊があったので、おー、なるほど、これは大きいですね。竹霊稲妻はさあこれは受けるしかないと。ただ作白と、おー、ひたすら構えると言いますか、そのわあ、これは強力ですね。やっぱりこういう除去をし合った時のスカラベというのはもう消耗戦というかライフが多かったらだいたいゲームをそのまま試合しなるほど。さあアップキープですが、黒マナもありますし、ここはもうもうフェロキドンを釣ってもいいぐらいですから、ね、なるほど、フェロキドンを釣ってそのライフを詰めていくと。そうですね、それぐらい。なるほどなるほど、余裕ができてしまったので。なるほど、ライフまだ14ですからね。さあただ硬い、硬いですね。何しろ渡辺選手としてはこのプランの裏目としてはスカラベが裏目っていう感じですかね。この1マナ券はあまり、うん、そうですね、まあ、1マナ券というよりかはちょっと原根選手のリストを完全に把握してない、あのリストが非公開なので、なるほど、スカラベが4とかチャンドラが4っていうのをサイド後は減ってると思うんですけど。なるほど、ある程度そっちは割り切ったそのマナクリを焼いていくプランを選択した結果、このスカラベの、まあ、ドハマりといいますか。そうですね、なるほど、後手だとやっぱりライフが詰め切れていないので。なるほどなるほど、やはりハゾルと神を引いた方が勝つというのは間違いなさそうな。さあ今ライフを詰めていきますが、まだちょっとライフが11ですね。この開始の攻撃はちょっと耐えられそうにないのではないでしょうか。さあここでプレッシャーなんでしょうか。過酷な指導者ですかね。なるほど、過酷な指導者と。一応スカラベの神に対して強力なカードありますが、ただ現状でライフで抑えているのはやはり渡辺選手ということで、これは真に過酷なのは今渡辺選手でしょうと。うん、なるほど。さあこれでパワーが6まで上がって、あった、だしかし、なるほど、はい、そしてアップキープにクリーチャー、はい、スカイブを連れて、ということで、はい、準々決勝は神の対決ということで、勝利したのは4色エネルギーを使用したハーネケータ選手です。